こちらはアンティークコインのアメリカの20ドル金貨、セントゴーデンズの1912年の NGC 社 MS65 になっています。発行枚数が14万9000枚と非常に少なく、この MS65 は残存枚数が16枚ということで、これより上位グレードもあと4枚しかないという非常にレアのコインになっています。非常に珍しい美しい金貨です。